1年間どうもお疲れ様でした。まあ、思ったような目標の設定順位にいかなかったと思うんですけども、やはり、一丸となっていろんな問題ありましたけども、やっていただいて本当にありがとうございました。我々強化部としてもクラブとしても1年間いろんなことがあったんです。その反省のもとまた次へ、修正していきたいなというふうに思っております。で、選手の皆さんも本当に1年間、頑張っていただいて紹介するんですけども、本当に、感謝しております。またここに残る選手もまた違うところへ、プライスで選手も含めていろいろあると思いますけども、まあ本当に1年間全力でやってきたことは、素晴らしい仕事をしていただいたというふうに思っています。本当にありがとうございました。9月から俺でやらせてもらって、最初に言った言葉で、ポジティブな雰囲気でみんなでやっていかないといけないという話をした中で、本当にトレーニングでもロッカールームとかあんま俺は行かなかったけど、ちょっとしか行かないけど、そういうところでそういう雰囲気を作ってくれて、何度かみんなで、今シーズンを得られたということは感謝しています。ありがとうございました。今後も多分みんなサッカーを続けていて、サッカーに携わっていくことって多いと思うんですけど、それをポジティブに前向きにいけるような、そういう心構えを持っていけば何事もうまくいくと思うので、本人のピンチ面も減ってきたし、そういうみんなが明るくいけるように常に高校やってもらえたらと思います。なかなか結果の方はね、みんなに頑張ってくれたけどうまくいかない部分もあったけれども、最後の方にちょっと良くなったので、それはみんなに感謝しています。あんまり話してないでしょ、あれなんで。本当に1年間ありがとうございました。お疲れ様でした。1年間お疲れ様でした。今年は、なかなかチームを引っ張っていくことができなかったんですけど、みんなに助けられた1年だったと思います。本当にありがとうございます。ここにいる人いない人それぞれいると思うんですけど、来シーズンここにいるみんなが素晴らしい年を過ごせるように、今からまたちょっとオフシーズンになりますけど、しっかりいい準備してまた素晴らしい年になるように、ここからまたみんなでいい準備していきましょう。1年間お疲れ様でした。